スノーマン向井康二&目黒ハスと伊沢拓司が、アイアム、冒険少年、山ごもり企画に参戦。秋元真夏も石臼作りのお手伝い。久しぶりのめめとのロケだったので、途中イチャついているところがありまして、中略、楽しみにしていただければと思います。スノーマン、向井康二。暴れる君の山ごもり企画に向井&目黒&伊沢が初参戦。暴れる君が山にこもって外国の料理をゼロから作る山ごもり企画に向井康二、スノーマン、目黒蓮、スノーマン、伊沢拓司の3人が登場。暴れる君の助っ人として初参戦する。これまで各国の本格料理を作ってきた暴れる君が今回挑むのはフランス料理。グラタン、コロッケ、クレープの3品を自作する。必要最小限の材料は番組から提供されるが、それ以外は山にあるものを活用し、知識、知恵を駆使して自作しなければならない。今回の外国人パートナーは、フランス人女性、レベッカちゃん。